ん、おやっとさー。今日は2020年の令和2年12月2日の水曜日になります。妙見チャンネル、妙見です。そしてチャオリンシェンに弟子入りしようと思いまして、そしたら妙見をボコってこいって言うんで無理ですって言って、まあ弟子入りは諦めたんですけども。何を言ってるんだというわけで今日は何の日だ。これ正直何やろうと思ったね。今日はジョルテの日。ジョルテを中心としたカレンダーサービス事業を行う株式会社ジョルテが制定。だからジョルテの日。紙の手帳の使いやすさとデジタルならではの多彩な機能を併せ持つカレンダー&システムのシステム手帳アプリジョルテを PR することが目的ですと。12月1日は手帳の日、12月3日のカレンダーの日の間である12月2日としましたよと。もちろん一般社団法人日本記念日協会により認定登録されておりますと。というわけで今日12月2日誕生日の有名人、この人好きな人多いんじゃないかな。声優さんで有名、池田秀一さんです。うん、あれですね、なんだっけ、機動戦士ガンダムのシャア・アズナブル、ルローニケンシンの彦星十郎、あとなんだっけ、ワンピースのシャンクスとか、結構大人というかそういう系のやってる方でございますよね。というわけで今日12月2日誕生日の歴史上人物、オペラ歌手の方なんですけど、さすがの私でも知ってた名前だったんで、マリア・カラスです。うん、ギリシャ系アメリカ人のソプラノ歌手でございますね。うん、ニューヨークで生まれてパリで没しました。20世紀最高のソプラノ歌手とまで歌われた人です。うん、特にルチアっていうやつね、のノルマ、ビオレット、椿姫っていうだけど、トスカなどの歌唱は技術もさることながら役の内面に深く踏み込んだ表現で際立っており、多くの聴衆を魅了するとともに、その後の歌手にも強い影響を与えている方でございます。なんか裏話とか知ってたりする？いや、寄生虫飼ってたんですよ。この人？そうなの？自分の体の中。ダイエットかな。そう。体型維持のだ。だよね。エルビス・プレスリーもやってたっていうね。うん、それは有名です。そうなんだ。そりゃ知らんかった。すごい綺麗な方ですからね。うん、声も綺麗。というわけで、12月2日誕生日のアニメ漫画キャラクターでございます。青春豚野郎シリーズのメインヒロインって言っていいかな、桜島舞ですね。うん、出てきた時なぜかバニーガールの格好をしているというこの話だけ聞くとなんじゃそりゃっていうやつですけど、まあそういう人です。というわけで今日12月2日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。